チクングニア熱を媒介する、熱帯島か、米国農務省による、チクングニア熱は、熱帯島かや、一筋島かなどにより媒介されるウイルス性の、伝染病。トガウイルスかアルファウイルス属のチクングニアウイルスが、人に感染することにより発症する。同じく過媒介性のデング熱や、ウエストナイル熱と症状が類似している。日本では感染症法に基づく4類感染症、および、 検疫法に基づく検疫感染症に指定されている。蓄ぐにや熱、蓄ぐにや熱などとも表記される。2日から長くても2週間程度の潜伏期間の後に、摂氏40度に達する高熱と、半上休診があり、関節が激しく痛む。他に、頭痛や、血膜炎、はじみんなどを伴うことがある。発熱は2日ほど続き急に収束するが、関節痛、頭痛、 不眠、全身疲労などは5日から7日ほど継続する。関節痛は年齢にもよるが2年ほど続くこともある。また近年の流行では発熱することなく関節痛を訴える患者も多い。関節痛は朝にひどくなる傾向があり、軽い運動で楽になるが、激しく動かすと悪化する。数日間痛みが和らぎ、再び悪化することもよくある。膝や肩。 背骨などでひどく、手足首や指の関節などにはそれほど影響がない。また職業柄酷使する関節ほど症状がひどい、傾向がある。成人では多くないが、小に特に新生児では多いと、下痢、脳髄膜炎などを生じる場合がある。神経性の網膜炎やブドウ膜炎などを合併することもあるが、用語は一般的に良好で、大抵の患者が視覚を回復する。 症状は、デング熱と類似しており、確定診断には、RT、PCR、ウイルスの分離、血清検査などの検査が必要である。チクングニアウイルスは、トガウイルスかアルファウイルス属に属する、接触動物媒介性ウイルスである。カプシドは、直径60から70ナノメートル。摂氏58度で失活し、また乾燥に弱い。ウイルス株は、アフリカ西部。 アフリカ南部から東部、アジアの3系統に対別できる。このうちアジアのウイルスは、熱帯島カや人筋島カが媒介しており、人から蚊から人という感染感を形成している。一方アフリカでの保有宿主はサルで、エデス属の蚊が媒介する森林サイクルを形成している。研究は乏しい。上皮や内皮の細胞、繊維目細胞や探求由来マクロファージが、 感受性であるのに対し、リンパ球、探球、探球由来受状細胞は、非感受性である。ウイルスは、pH ゾン的エンドサイトーシスによって侵入し、感染により、アポトーシスが誘導され細胞変性が起きる。I 型、2型のインターフェロンによって、感染は阻害される。最も効果的な予防法は、媒介化との接触を避け、化の繁殖を防止することである。 D と、アケレディン、PMD、IR3535 のような昆虫機避剤、長袖や長ズボンの着用も効果がある。衣服をピレスロイド処理することもできる。窓や扉に網戸を設ければ、蚊の家屋への侵入を防ぐことになるが、熱帯島家や一筋島家は、中高生であり、通常屋外で接触することから、効果は限定的である。 ワクチンは2000年に治験が行われたが実用化されなかった。チクグニや熱から回復した患者から得た抗体はマウスを感染から守ることができる。ウイルス様粒子を用いて猿に対して感染防御を成立させ、かつその猿からの受動免疫で免疫不全マウスを致死量のウイルスから守ることができたことから液性免疫が働いていることが示された。 DNA ワクチンも検討されている。チクングニアウイルスのカプシドとエンベロープの遺伝子配列をもとに設計した DNA ワクチンによって、マウスに液性及び細胞性の免疫応答を誘導することができた。致死率は0.1%と極めて低いが、特異療法は存在しないため、発熱に対する通常の対象療法を行う。 鎮痛剤はアセートアミノフェンを第一選択とし、効かない場合に他の鎮痛剤を試みる。ステロイドやアスピリンは副作用の恐れがあり進められない。回復期の患者に対しては軽い運動や理学療法を進める。こうした治療は確定診断を待つことなく行うことができる。クロロキンはチクングニア熱の症状、特に関節炎を緩和する可能性がある。 アスピリンや塩性度で緩和しない関節炎に対し、1日あたり 250mg のクロロキンリン酸塩が効果を示したとする研究がある。しかし、培養細胞や猿を用いた研究では、クロロキンはチクグニや熱に対して効果がないとされる。病気からの回復は年齢によって異なる。若い患者が5から15日で回復するのに対し、 中年では1から2.5月を要し、年を取るほど時間がかかる。また病気の程度も若い方が軽い。妊娠中の感染は重症化の原因にはならないが、母子感染の確率は50%程度とされるので、注意が必要である。目の炎症として、抗細毛用体炎や網膜損傷がある。多くの患者で足に浮腫が認められるが、循環器や腎臓肝臓に異常はなく、 原因は不明である。症例が報告された国々、1952から2019年を緑で示す。サハラ砂漠以南のアフリカ、インド、東南アジアなどで発生している。アフリカでは猿を自然宿主とする森林サイクルが存在しているが、東南アジアでの感染サイクルは主に人から蚊から人である。 人間から人間への感染は認められない。浮キが終わり媒介化が増えるとともに流行が始まる。流行は普通は数年の間隔を空けて繰り返し、人生期にはるネズミ、その他の野生動物が保有宿主になっていると考えられている。しかし流行期には人が保有宿主となっている。仕組具にア熱は熱帯島かに刺されることで伝播していくが、 レユニオンの集団感染で分離されたウイルス株は、一筋島化によって媒介される能力を獲得したことが考えられている。これは、ウイルスのエンベロープ遺伝子に生じた点変異により、一筋島化への感染力が増強された結果であることが示されている。一筋島化によって伝播されるようになったことから、日本を含め、一筋島化が生息する地域で、 地区群や熱の爆発的な流行が起きる可能性が高くなったと考えられる。2009年5月にはタイのトラン県で流行があり母子感染を防ごうと帝王切開で出産した乳児がすでに感染していたという事例があった。このことは携帯版感染が可能であることを想定させるが実験的な検証はなされていない。この病気はタンザニアとモザンビークの境界に広がる。 マコンデ平原で1952年に流行があり、マリオン・ロビンソンと WHR ・ランスデンが1955年に報告したのが最初である。チクングニアという名前は、マコンデ語の曲げるものという言葉に由来し、体をかがめて関節痛に耐える患者の様子を形容したものとされている。発見以来、アフリカ、南アジア、東南アジアなどで、 突発的流行を繰り返しており、さらに拡大しつつある。不健性感染で終わる可能性が大きいとされているが、しかし2005年以降の流行では、おそらくウイルスの遺伝子変異によって、激昇化の傾向がある。インド洋の島レユニオンでは、2006年5月18日までに、人口78万人のほぼ3分の1に当たる25万8000人が感染、219人が死亡している。 また、インドでも2006年に各地で流行している。2007年1月24日、日本での感染を初めて確認する。この病気の流行は記録上1779年に遡る可能性がある。この年代はウイルスが1700年頃に発生したという分子遺伝学的データと符合する。ありがとうございます。